こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日は、外側を見ていると自分の統合が遅れるっていう話をしたいと思っています。やっぱり私たちって生きている限り外側のことに目が行きがちなんですよね。誰かがああなってる、この人はこうなってる、あの人はすごいけど私はすごくないみたいな感じで、そういう感じでいつも外側を見てる、こういう遊びをしていたっていう感じだと思うんですけど、このパターン別にいいんだけど、これをやってると自分自身の統合が遅れるんですよ。で、自分自身の統合っていうのは、本来の自分のペースって何かなっていう、今こういうコロナのことであったり、いろんなことが何で起きてるかっていうのは、自分のペースにみんな戻る時なんですよね。で、本来の自分っていうのは、自分が心地よくいたり、安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる、安心ですね。このあたりやってるとうまく回っちゃうんですよ。でも自分自身がこう安心してる波動ってさ、結構こう、そんなことやってるとダメって言われてるようなことが多かったから、そういうふうにこうやってしまう癖があったり、外側に目が行きがちなんだけど、これをやっていると自分の内側を見る時間が遅れるってことなんですよ。で、遅れるとやっぱり現実として起こる出来事、目の前で起こる出来事の方にまた入って、嫌な気持ちになって、でまた内側見ようと思って内側見るんだけど、また内側を見てる最中に外側に目が行ってっていうことの繰り返しだと思うんですよね。だけど本当に内側見るんだったらもう内側見るっていう、徹底的に内側見て、で波動を整えることに集中していくと、やっぱり外側の世界のことがうまく回ってくるから、やっぱり行きやすくなって楽しくなってくるんですよ。で、やっぱりこうやってる最中にいろんな感情が出てくるから、その度にこう書き換えていったり手放していくっていうことをやっていただくといい。だからこれは自分に集中してるっていうことなんね。で、これをやっていくとだんだん自分がもう安定していくんですよ。波動が安定してくるから、本当にいいように回っていくっていう感じなんですよ。私たちはみんなこういうふうに自分のペースであればうまく回っちゃうんですよね。でもペースからずれていた、でいつも外側の世界をやっぱりに目が行くんですよ。子供があれやってる、あれがあの人があれやってる、でね、人と比べて、それでね、外側の世界って魅力的ではあるんだけど、ちょっと最終的には嫌な気持ちなんですよね。すごそうに見えるから、なぜなら。すっごい素晴らしい、楽しいっていう気持ちもありつつも、でも、嫌な気持ちになることも多いっていう感じ。あの人と自分を比べて、自分はすごい怠っている、すごい先に進んでいる気がする、私はできてないんじゃないか、あの人はすごく見えるけど私はできていないっていう感じで、それとそれを比べるみたいなことをずっとやって、外側のことと比べてとても嫌な気持ちになって、この感情を体験してるんですね。でもこのパターンはもうやめて、自分の内側を見て、自分の波動を整えて、出てきたこういういろんな思いを外していくと、自分の波動が今度外側に映し出されてくるから、出来事としては本当にこういいことばっかり起きちゃって、いい人とばっかりやって、楽しい感じになるっていう感じなんですね。で、外側のことにまたいつものパターンで見てたら、自分のことを見る時間が遅れるから、もう本当自分の責任って感じになっちゃうんだけど、自分の統合が遅れるんですよ。でも統合が遅れてると、遅れるというか、別にいいんですけどね。でもさ、良くなったらいいし、せっかく自分の世界は自分で作ってるから、特に現実化が早いから、いいように自分が波動を整えていいようにさ、やっぱり過ごしてたらいいようになっちゃうってことなんですね。ここがやっぱり外側に意識が向きがちで、外側の方ばかりを見ている癖のままいると、自分自身の方だ、嫌な気持ちになることが増えるよっていう感じかもしれないから、やっぱ本当に自分自身に集中する時だと思いますね。見ていてやっぱりこう、やる時は徹底的にやった方がいいよね。
でね、このね波動を整えて何がいいかっていうと、やっぱり本来の自分にだんだんなってきていい感じに回ってくるじゃないですか。そうするとなんかだんだん本当にね自分のこと肯定できるようになってきて、なんて言うんだろう、全部がやっぱ楽しくなってきちゃうんですね。で自分の魅力も出てきちゃうし、でみんなにも喜ばれるしっていう感じで、いいことだらけになるんだよな。うん。でこの、まあ、ライブでもお話ししてたんだけど、自分のこの魅力みたいなものっていうのは誰とも被らないですよ。本来の自分を自分が生き出すこの魅力っていうのは自分のオリジナルの光を放つから誰とも被らないんだけど、強烈なんですよ。強烈な個性であり、強烈なこうなんていうの、自分っていうものをやっぱりこう放つから、結構その人気が出てきたりとか、自分も楽しいし人からもいいって言われるし、でなんかすごい綺麗だって言われたり、すごいかっこいいって言われたり、なんかすごいあの人気になるっていう感じになったりって感じで、もういいことだらけなんですよ。でも本人はなんていうの、別に何にも考えてないというか、ただほら私とかだったらヤギを見たりして、あ気持ちいい、今とかだとね、あココナッツツリーが綺麗だみたいな、こんな感じでやってんだけど、この感じがいいバイブレーションになっていい感じだよってこう外側の人たちにも言われるようになってくるんですよね。でこの個性のこう輝きっていうのは誰もが持ってますから、あなたももちろん持ってるし、あそこにいるおばさん、あれおばさんいたっけあどこ行っちゃった、もう持ってるし、誰もが持ってるから誰にもかぶんないし、誰も迷惑かけないし、で自分も楽しいし周りも楽しくなっていくっていう感じだから、そのさ個性みんなで見たいよね。そう最高なんですよ。もうこれがだから自分の顔がブスだからとか、ブサイクだから、綺麗だから綺麗じゃないか、ブツブツがあるかないか関係ないんですよ。太ってる痩せている、短足なんだあれだこれだみたいな、髪の毛が薄い薄くないとか関係ないんですよ。もう自分が自分を生きる、もう開き直って自分を生きてることの美しさは他にない光なんですよねっていう感じかな。本当にそういう感じなんだなと思って、だからやっぱり自分自身のことを見るっていうことに集中すればいいと思うね。で簡単に変わります。簡単に変わるんですよ。今なんて本当にご褒美タイムですからね。簡単に変わる時で、ものすごくやっぱりこう大変な思いして変わるって思い込んでる人とか、こんなにやってるのになんで変わんないんだろう、変わんないんだろうっていうことを執着してる人とか多いんだけど、結果を求めないっていうか、もうねそのままの自分でいいわけじゃない。このまんまの自分がぼーっとしてればいいんですよ。ぼーっとしてたりやりたいことやってればいいんだけど、ここに対する結果を求めることですね。何にもやってない私いけないとか、あれやんなくちゃこれやんなくちゃとか、願望出したのになってないなとかね、いろいろ思考が動くから、このあたりも本当手放すっていう感じです。最善になっていくんだなみたいな感じでこうやってると、やっぱそういう風になっていくし、考えないって感じ楽なんですよ。考えないってこんな楽なんだ。でみんないい感じなんですよ。この考えない感じで自分でいると本当にみんなが伸び伸びしだすって感じだし、でねこうぼーっとしてるとやっぱインスピレーションが来るんですよ。あなんか未来からのさエネルギーが流れてくるんだと思うんだよね。まあ、インスピレーションでパーンってくる時もあるんだけど、なんかこういう風になってくんだなっていうさ、なんか未来からの映像とかも出てきたり、だ今にいるからね、よくさヤギ見てくださいとか、こうぼーっとしてるったり安心ほっとするリラックスしてる時っていうのは今にいるんですよ。今にいるか、今にいるとやっぱり過去の映像未来の映像が流れてくるんですよ。ああこういう風になってくんだ、やばーみたいな、嬉しいみたいになってるじゃないですか。でそれがまた現実化してくみたいな感じで、だからね、いいのが今の自分のいい心地いい宇宙と同調した波動でいると、いいパラレルからのエネルギーが流れてきて、また嬉しくなるんですよね。わー嬉しい、楽しいみたいな、やばいなーみたいにやって、これがまたほら願望でいっちゃうから現実化が必ずそれが起きちゃうみたいな、
でもそれが来るか来ないかもジャッジしないから、また自分でぼーっとして波動を整えて楽しいなみたいな感じでやってるから、なんていうの、進み方としてはすごい怠け者みたいなんですけど、あのこんな感じですよね、うん、だからまずは本当にこのさ、何にもちょっとしたことをで波動を整えられるように、やっぱり自分自身のことを見るって感じですね。外側を見てると、この自分自身のせっかく宇宙の流れに簡単に乗れて、あの楽に進む時なの、ご褒美タイムなんですよ。だから今ってご褒美タイムなのに、あの外側を見て嫌な気持ちになるってパターンを持ってると、その自分自身のご褒美タイムが、まあ、別に遅れたっていいけどね、うん、まあそれで自分で遅れたがってるっていうことになっちゃうんですよね外側見てんだなって。そうだけど自分自身のやっぱ内側を見るようにして、であの波動を整えてる最中に、あのいろんな気持ちが出てきたらそれを外していく、こまめに外していく、でまた自分自身の波動を整えることをやっていって、まあ、好きなこととかねやってたりして、でまた出てきたら外していくっていうことをやっていくと、まあ、本当にいい感じに回り出しますから、うん、この進み方を本当にやるときなんじゃないかと思いますね。それであのその自分の独自のエネルギーっていうのかな、それが本当に素敵なんですよ。あの全ての存在みんな完璧なんですよね。あのずっと不足感から来る孤独であったり、自分は足りないんじゃないか、足りない足りないっていうところをずっとやってきてるんだけど、もうすでに完璧だったっていうことに気がつくってことね。人間的に考える完璧っていうのは枠ですから、そのままで完璧なんですよね。だからすごくないですか。誰もこんなこと言ってくれなかったなと思うけど、完璧だったんですよちゃんと今言えてた、完璧だったんですよ。そう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 。だけどそれに対して何かになろうとしてたってことだから、もうそれは手放す。外側の世界を見ていると、周りの人のことをああだこうだ言っていると、自分自身の統合が遅れて、うん、別に遅れたっていいけど嫌な気持ちになることだらけですかね。ケントデリカットの眼鏡のように倍増して見えるんですよ。すごそうに見えるんですよ。あきこさんすごそう、あの人すごそう、この人すごそう、私はできてないってやるんですよ。だいたい嫌だ、だいたい嫌な気持ちになると思うんですね。うん、だから自分のことを内側を見て、自分を認めてあげる、好きなことをやるっていう風にやってると、外側の世界で起きてくることもニュートラルに見れるし、あのなんていうのかな、自分の選択にすごい自信持てるようになるよ。やっぱし自分ってどういうものが好きか、どういう波動が好きかとか、心地よくいるっていうことはやっぱり最高最善になっていくなと思いますので、そのあたりをやってみてください。ではまた撮ります。ではでは。